い、1年生は今回は出せなかったので、はい、全員も2年生で、22名全員2年生で、はい、今も1年生25名入りましたし、そうです、どんどん増えてきてます、はい、まず3月にそのアメリカの国際大会があるんですけど、はい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 、それが終わって、で4月に新刊の1年生に見せるダンスがあって、はい、それを踊って終わりです。あ、私は大学で一応ダンスを始めて、はい、で、そうです、でも今やってる、はい、今からがやってるジャンルはロックとか、はい、ヒップホップとかいうジャンルなんですけど、はい、もう私は全然違ってブレイキンっていうジャンルやってて。ああ、そうですか。そうなんです、なのでもう全然教えれなくて。なるほど、はい、で今はもう必死にレッスンに通い、ロックをちょっと今勉強中です。まあ自分の半分の趣味っていうのがあるんですけど、楽しいんです。一応店長という意味で。店長、ああ、衣装はその、はい、一応生徒たちがその作品を作って、はい、で、大体作品のイメージってやっぱあると思うんですけど、曲、であったりそのノリであったり、はい、でそれをこんな風にしたいっていうのを、はい、まあ、生徒たちが考えて、はい、それをまあコーチに相談して、はい、で一緒に考えて決めていくっていう感じですか。そうですね、やっぱり大会で分かってくれることがやっぱり一番、そうですね、何より嬉しいですね、はい、まあ、一応そのホームページがやっぱりの子がいて、はい、はい、で、あと保護社会の中でもそのホームページ係の方が一応いるんですけど、そうなんです、利用できる子がいまして、はい、後でタックル副部長の方なんですけど、そうですね、やっぱりその今ロックダンス勉強中と言いましたが、はい、そのいろんなジャンル自分で踊れるようになって、はい、で教えれるようになって、美濃高校の高木先生という先生がいるんですけど、ものすごく尊敬してる先生 で、はあ、で、はい、この間もワークショップがあって、高木先生の、はい、生徒と一緒に、私も一緒に受けに行ったんですけど、はい、もう本当に高木先生みたいに、はい、何でしょう、そのダンス部を作り上げるというか、うん、自分、顧問と生徒と一緒になって、はい、練習見て、はい、教えて、で一緒に作品作っていける、はい、その作品で買っていける、はい、っていうような顧問になれたらいいなと思ってます。せーの、はい。